工事管理アプリ。たくさん工事をしているけど利益が出てる案件と赤字の案件がある。もっと利益の出る案件を増やしたい。そんな工事会社様に工事管理アプリ。どんなことができるの？案件ごとの実行予算管理をスムーズに実施することができます。紙や表計算ソフトを使うよりも集計や案件の検索が簡単にできます。見積もりのミスも防げます。現状の収支状況や次月以降の予測値を見ることもできます。作業の進捗や実際に発生した費用、入金状況などが自動集計されます。正確な予実管理をリアルタイムに行えるので、予算オーバーしそうな工事案件を事前に把握し、計画の修正が行えます。こんなことができるアプリもあるよ。いつでも、どこからでも、最新の現場写真や施工図面、使用書や工程表などを確認できたり、工程表もリアルタイムに更新・閲覧でき、職人の空き状況などを見ながらスムーズに工程を組むことが可能。現場ではアプリ画面で自分の担当を一目で確認。工事状況の報告もその場でスマートフォン撮影しアップロードするだけ。仕様や情報の変更があればスマートフォンなどに通知が届きます。案件ごとに施工中から収支が確認できるようになって、利益の出る案件を増やすことに成功。使える機能については各サービスをご確認ください。